それでは総理よろしくお願いいたします。はい、本日は骨太方針の素案について議論を行います。今年の骨太方針では、人口減少、少子高齢化の克服と、一億総活躍社会の実現に向けて、成長と分配の好循環を加速させるためには、働き方改革や成長戦略の実行に加えて、人材への投資を通じた経済社会の生産性の向上こそが鍵となることを示したいと思います。改革にあたっては、基礎的財政収支を2020年度までに黒字化し、同時に債務残高対 GDP 比の安定的な引き下げを目指します。このため、経済再生なくして財政健全化なしとの方針のもと、デフレ脱却と経済再生、歳出改革、歳入改革という3つの改革を確実に進めていかなければなりません。市原大臣にはこれまでの議論を踏まえて、与党とも議論を進め、スピード感を持って骨太方針として取りまとめるようご尽力いただきたいと思います。ありがとうございます。